宮城県仙台高山高等学校は宮城県仙台市大白区八木山緑町にある県立高等学校である。八木山地区は仙台市内で比較的早くから造成された住宅地であった。そのため八木山中学校や長町中学校等が仙台市内でも有数のマンモス校になり将来大学進学を希望する生徒を受け入れるために創設された。 同じような理由で創設されたのが、学生が敷かれていた当時、仙台北学区に属していた、泉高校や泉立山高校だが、泉地区の住宅造成は、八木山地区の後であり、学校創設もそれに従った。仙台一校や第二女子校が、当時の仙台南学区の進学校だったが、第三女子校の進学実績が不振だったこともあり、一校、 次女には及ばないながらも将来大学進学を希望する男女生徒を受け入れる高校として存在することになった。他の進学校に習い制服は存在せず、これに代表される自由な校風を目指したのが特徴的である。各学年普通科4学級、理数科1学級、敬語学級であり、県内の全日制高校の中では小規模である。校舎は JR 仙台駅より、 西南2 5キロメートルの距離にあるが、八木山の丘陵に位置するため、広瀬川砂岩の貸し段宮に広がった、中心市街地を一望することができる。文化祭、広陵祭の名は、八木山の丘陵にあることからそう呼ばれている。バス通学者が多いのも特徴。創立から10年ほどまでは、当地にあった、戦前の旧西美八木県女子専門学校の木造2階建て校舎を、 そのまま転用して使用していた。自立、和系の校訓のもと、文部領土を歌っており、部活動では吹奏楽部、放送部、演劇部、サッカー部、陸上部、水泳部、テニス部、弓道部が、県、東北、全国大会に出場している。吹奏楽部は全日本吹奏楽コンクール、東北大会に22回出場し17回、金賞受賞。 うち六回の全日本大会出場を果たしており、演劇部は県大会に出場し、最優秀賞を受賞している。宮城県仙台高山高等学校にある記念碑吹奏楽部の活動が盛んで、数々の賞を受賞している。また、近年は弓道部も強くなりつつある。ありがとうございます。